今日は上場企業の株主総会の集中日です。自動車の型式指定をめぐり虚偽の記載をした不正が明らかになったスズキの株主総会では、鈴木俊宏社長がコンプライアンスの強化に努めると話しました。浜松市内で開かれた自動車メーカースズキの株主総会には244人の株主が出席しました。冒頭、鈴木俊宏社長が株主に対し、自動車の大量生産に必要な国の認証、型式指定の虚偽記載の問題について、皆様にご心配とご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます、コンプライアンス強化に全社で努めてまいりますと話しました。型式指定をめぐって鈴木は、かつて生産していたアルトについてブレーキ試験の成績を虚偽記載していたとして、今月6日には国土交通省が本社に立ち入り検査に入っています。